次はちょっとブルーか、うん、まあ頑張ったじゃん、リア頑張ったよ。だってまだ日本に来てそんなにあれでしょう、すごい数年経ってないでしょ、ん2年は2年ぐらいでしょ。でもなんていうの、その全然喋れんかったじゃん日本語、うん、結構そうやって理解とかもあれだったでしょ。そのことに比べたらリアいいんじゃない？ユニトモ、はい、あゆだよ、ファミてよ。うん、面接どうだった？全然できなかった？うん、嘘。うん。リア、今日、なんだっけ、先生と勉強したやつとか、ママともやったでしょ。うん。それで、アミもやったでしょ、一緒に。うん。練習したでしょ。うん。そういう練習したやつが出てこなかったってこと？あ、それが出た。それが出た？リア忘れた。リア忘れた。緊張しちゃって？うん。うん、言葉がだから分かんないで、うん、黙ってて、うん、で先生が難しいって言われたから、うん、簡単な言葉で話して、うんうん、ああそっか、緊張しちゃったってことね。うん、何、どういう風に最初聞かれたの？うん、受験番号とか名前とか、それはリア普通にできたでしょ？うん。それで、先生の後のその質問は？なんでその高校に入ったかって言われたとき、リア、それは練習した通りに言えたんでしょ？そこは。うん？うん。うん、で？いつ日本に来た？うん、いつ日本来た？それもリア、練習した通りに言えたでしょ？うん、言えた。ほいで、あとは？うん、高校に入った時、何？うん。頑張りたいっていうの？頑張りたいって言ってない。だからリアわかんないね。どういう意味？で、なんか、先生が説明してるかもしれない。うん。高校にもし入ったら、うん。だから、うん。それを、あ、その言葉がリア違う言葉だったのね、先生が言った言葉が。そうそうそう。ああ、うん、それでそれをリアはちょっと黙っちゃったんだね。そうそう。でもその面接した先生、うん、後でその優しい言葉でゆっくり言ってくれたんでしょ。うん。それでリア言えたんでしょ、そして。そう。うん。それであと他の質問もあった？夢？何の夢に？何の？うん。になりたい？
あ、何になりたい。あ、それは練習してないね。あ、それ普通に警察官でって。あ、リアね、うん、あ、なりたいって。あ、そっか。うん、へえ。なんでなりたいのって言われた。うん、で、まあ、かっこいいからって笑ってかっこいいからってね。でもそうだね、リアね。うん、それで、あとは何の質問があった？あ、まあでもそんなにいないってことか。そう、そんなに。ただ一つのやつをリアがその困っちゃったってことね。そう、まあ、うん、いいところと良くないところがリア全然言えなかったの？いいだって朝ママとやったじゃん。いいところ、長所、短所。長所はできたけど、うん、短所ができなかった。短所ができなかったな。なんで優しいみたいな感じだから、うん、それがリアできなかった。あ、忘れちゃったのか。理由がね、うん、ほいでそこ理由が分かんなくて、うん、で先生が難しいだからリアで違うの。あ、じゃあ2つそういう感じだったのね。そうなのね。それでリアちょっとブルーか。まあ頑張ったじゃん。だってリア頑張ったよ。だってまだ日本に来てそんなにあれでしょう、すごい数年経ってないでしょ。2年ぐらいでしょ。でもなんていうの、その全然喋れんかったじゃん日本語。うん、結構そうやって理解とかもあれだったでしょ。うん、だからそのことに比べたらリアいいんじゃない。
で、そのお友達できた子って何、その子もお母さんが日本人。およそ1キロ先、渋滞が。ん？あ、そういうのは聞いてなくてね。うん。そっか。じゃあ、リアが最初に、まあ、受付とかそうやって、で、その時に、受付で教室あれ、それでその時に、あれ、ヒジャブの中のその検査したの？話をして、あ、ああ、そっか、喋ってね。その時、あ、じゃあリア安心したね、その時はね。ね、うん。え、それで何、そっから試験やる時にさ、そのチェックとかしなかったの？イヤホンとか女の先生がやるって言ってたじゃん。はい、すいません。はい。はい、ありがとうございます。何、あ、クラスの中に入る前にやったの？あ、そのヒジャブをね。うん。その女の先生ね。うん。チェックして、あ、大丈夫だよって言って、クラス入っていいよって。一応リアは頑張ったんでしょ。うん、じゃあいいじゃん。でしょ。うん、そう。頑張ったならいいよリア。うん。あ、もうあまり考えなくていいよ。はい。お疲れ様でしたリアチン。どうした？はい、太陽病院ちょっとしたら行く。どうだったって聞いて。勉強の？うん。勉強もあれだけど、リアが落ち込んでるのは面接よ。うん？何？言ってないけど。ね、リア。まあ、そんな感じ。うん。リア、お疲れ様でした。